なんだかんだですね、うだうだしてしまって現在8時、半ぐらいです。ナイトマーケット調べるっていうところからですね、約2時間ぐらい経ってしまいました。しかしですね、ホテルから歩いて10分ぐらいのところでナイトマーケットが行われているということなので、そこの方のね、公園にね、行ってみたいと思います。なんか夜でも結構安全らしくて、まあまあ大丈夫でしょう。まあ必要最低限のね、お金とかだけ持って出ればまあ安心かなとは思ってるので、早速行ってみたいと思います。では、結構まあ外国人の方も多いみたいですね。あんまり人いないけど。ホテルから歩いて10分ですね。ナイトマーケットと呼ばれるであろう場所に到着したんですけど、基本どこにあるんだ。駐車場のそばなんですけど何もないです。公園の中は特に何もやってそうなさそうなんだけどな。なんか駐車場に出店みたいな感じで、お店がちょっとあるぐらいなんですけど、ちょっと中に入ってみようと思います。一応公園内に入ってきたら、ちょっとずつですね、お店が見えてきました。ナイトマーケットというよりはナイトにマーケットをただやってるっていうか、そのなんていうか、なんかあんまり盛り上がりはないですね。基本服屋さんが並んでます。靴屋さんって、徐々に服だけじゃなくておもちゃもとかも、家電製品とかも出てきましたが、とりあえずですね、結構奥までもね、どこまでも続いてるようなんですけど、もう結局同じような商品ばっかりが売ってるので、一旦戻ろうかな。はい、というわけで、今ちょっとナイトマーケットずらっと並んでるんですけど、基本洋服とか、おもちゃとかが売ってる感じで、まあ、お土産もありますけどそんなに多くない感じです。でちなみに今ちょっと暗くてすごい見えづらいんですけど、ここは川になっていて、この川の向こうがもうタイ、川を挟んでタイっていうことらしいです。マップで確認してみますけども、そうですね、こっちがタイなんで、もう川の向こうがタイとなっております。食器というかだけ見つけたんで買っていこうと思います。というわけでね、ちょっとナイトマーケットはもういいかなって感じだったんで、適当にちょっと散策しております。結構夜でも人がいて、まあまあ安全なのかな。なんかそんなに危険な感じはしないです。正直ですね、今現在ここがどこなのか分かんなくて迷ってるといった最中でございますが、ちょっとマジで分かんないんで、何度か一回ホテルに戻ろうかなとは思っております。なんかあんまり盛り上がりはないですね。